平谷軍監督が激怒しました。現在鳴尾浜と甲子園で 1,2 軍合同で行われている秋季練習、サンケイスポーツによると昨日は1軍のピッチングコーチの金村コーチと福原コーチがいたんですけども、ブルペンに入る選手が0人。すると平谷軍監督が選手たちにアピールする気はないのかと一喝。選手たちを中堅付近に集めて約3分間鬼の形相でまくし立てたそうです。平田監督は秋季キャンプなんでね、まずブルペンに入ることがピッチャーの一番の練習や、みんなチャンスがあんのよ、若い子たちは僕どうですか連れて行ってくださいよというアピールをどんどんしていかないととおっしゃっていました。その後牧選手、岩田正樹選手、望月選手がブルペンに入ったそうなんですが、厳しい指導なんですけども、選手のことを本当に思って指導してるなと感じますよね。皆さんのコメントも聞かせてください。以上です。